はい。え、YouTube をやってない会社さんですとか、やってみたいんだけども、まだやってないっていう個人の方、まだまだいらっしゃると思うんですよね。え、そしてやってみたんだけども、最近やってないなって方もいらっしゃると思うんですよ。まあそういうふうな形の方を、私はね、01というふうに呼んでます。まだ YouTube が自分のメディアとして出来上がってない、もしくは安定していない、コンスタントに発信できてないって方ですよね。これを01というふうに呼んでるんですけども、私が、ああ、まあここに目をつけてですね、 じゃあ、0から1、1を安定させるためには、どんなコーチがいればいいのかなと。私でももちろんいいんですけども、私じゃなくてもできるんですよ。それはまだチャンネル登録が100人とか200人とかね、300人に満たない方でもできるんですよ。なぜなら、YouTube をいまいち自分のものにできていない、コンスタントに発信できていない方って、チャンネル登録100人以下とかね、20人とか、そのぐらいなんですよね。だから、モチベーションも上がらないし、何をやればいいのか分かんないし、徐々にやめていくって形になります。ですので、そういう方に対して、例えばね、 月に3万円とか5万円のコンサルティング料で半年契約をしてじゃあ YouTube のチャンネル登録を何人にしていきましょう YouTube の再生数100を狙っていきましょうもしくは YouTube の動画アップロード本数を1ヶ月にこれでね20本とか30本を目標にしていきましょうっていう感じで伴走してくれるような先輩 YouTuber さんがいればいいわけでしょでこういう方って別にね銀の盾金の盾持ってる必要ないんですよほとんどの YouTube で活動してる方はできるわけですよですんでそこに まずは私の方からどのように集客をすればいいのか、どのように契約をしていけばいいのかってことをコーチングしておりました。で、その中の何名かが、あ企業さんとかね、知人とかの契約を取れるようになって、最初は3000とか5000でお試しとかだったわけなんですけども、それがまあ信用を得てですね、頑張ってくださったおかげで、まあ、3万円とか5万円のコンサルティングでになるわけですよね。で、徐々に YouTube をやるのが楽しくなってきた、もしくは安定してきた会社ですとか、それから個人の方、こういった方がね、 もう本当にね、本,本業としてこの YouTube をやっていきたい、もっともっと力を入れていきたいっていう風になってきたときに、私が出張る番なんですよ。<laughs> というのがね、そういった低再成数とか、まずは01を完成させるために頑張ってくださった、私のデジタル YouTuber さんが、その時にね、分かりましたと。私の先生で、速歌塾の久保さんって方がいらっしゃるんで、その方はチャンネル登録、えー、1万人以上いらっしゃいますし、 高い再生数の動画も作ったりもしてますしプロモーションも上手だしそれから10年以上即歌塾っていうネットビジネス塾を運営していらっしゃる本当のプロなんでその方との契約をおすすめしますねっていうことで私を紹介してもらうんですよ。 で私とのコンサルティング契約はちょっと高いんですけども契約が成り立ったら仲介してくださったそのゼロイチを作ってくださった弟子の方にねインセンティブを渡すって形で私ももちろん即可塾の塾生さんとして新規でお迎えする方が増えますしその上でね YouTube に特化してその方には個人で、えー、どん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 ね、えー、教育を施していけばいいのかなって導いていけばいいのかなってとこともありますし肝心なのがね YouTube の再生数の低いゼロイを作っている私の弟子なんですけども、再生数自分自身は伸びてないんですよ。で、動画のアップロード本数もそんなにバカバカ増えるかって言ったらそんなに増えないんですよ、うん。月にだから50本とか100本程度しか増えないんですけどね。でも収入はちゃんと上げてるんですよね。なぜならコンサルティングが自分の仕事になってるからなんですよ。しかもそのコンサルティングっていうふうなのはゼロイを作りたい人でしょ。その人が一番実は多いんですよ。だってチャンネル登録1万人とか10万人に行きたいですって人、そんなにたくさんいますかね。 私は今ね、チャンネル登録1万4000人いますけども、次の目標はやっぱり10万人なんですよ。でもチャンネル登録1万人をまず突破しないと、10万人のチャンネル登録しようなんて思わないわけですよ。まずは、まだチャンネル登録が10人、20人の方は、とりあえず100人だよね。この方が一番多いわけですよね。じゃあ100人に導くため、もしくは YouTube の仕組みを教えてくれる人が、必要な人にはそういったコンサルティングとかね。あとは安定して YouTube のアップロードネタを探せるようなアイディア。 を導いてくれる人まあ、様々なこういったゼロイのポジションっていうのはいるわけなんですよだからそこに対して別にねあの満という単位でチャンネル登録があーお持ちの方がやる必要はないんですよねですので私はその辺のゼロイチを作る YouTuber さんをどん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 これからもね見出していければなと思っております えー、ということでねナミ、えー、さんの深夜のコソコソ話なんですけども継続していると奇跡が起こるっていうところでまあ変身動画としてはちょっと違うかもしれませんけどもこういったあの継続の仕方もあるのかなっていうところですよね、えー、つまりは「01」を作り続けて「01」を作るプロフェッショナルというね自分の動画は <laughs> そんなにたくさん作らなくてもまあねせいぜい月に50本100本ぐらいで再生数もそんなに練らなくても。 広告収入ではなくて YouTube をやりたい人に YouTube を安定して発信できるような力をつけていく習慣をつけていくという導き方をするコンサルティングということで稼ぎ続ける YouTuber さんもこれからもっともっと必要になると思いますのでまたよろしかったらね、えー、私のこのプロジェクトに参加していただければなと思いますそれでは菜波さん道中お気をつけていってらっしゃい